本日は本当にありがとうございました。以上ニコールラブでした。ありがとうございました。はじめまして。はじめまして。すごい緊張するね。緊張しますよね、本当に。今ちょっといくつなんですか？19です。あ、待って、敬語使っちゃった。敬語使っちゃダメだ。そうだよ、ちょっと待って、もう一回いきます。あ、はじめまして。すごいドキドキするよね。めっちゃ緊張しますよね。ちょっと怖いよ。今おいくつなの？今私ですか？19です。あ、すいません。あ、待って、私かっこいい。ちょっと年下でしたね。っていう流れでーす。私がアンナのことを完全に年下だと思ってタメ口で言ってたら先輩だった。でも別にそんなのいいのにさ、全然いいよみたいになってた。いいですいいですみたいになったけど、そう、それが面白かったよね。だからアンナがさ、受かってさ、こういう話が。こうやってカメラの前でできるようになったの、ね、キアラも3人一緒にいたもんね。うん、多分キアちゃんも絶対さ同じぐらいと思ってたよ。いやどうかね。一緒です。え、本当ですか？全然見えない。見えないんですね。うん、何歳？19歳になる。この間に。高校3年生。あ、年上だ。18歳。17です。17です。19です。近いです。大丈夫？19だ。でもさ、あの名じゃない名前で私、メンバーだから一人です。しょうこちゃんか、しょうこか、うん、しょうこさんか、しょうこさんか、しょうこさんか。あ、ほんとだ。ありがとうございます。ありがとうございました。キアラちゃん、アンナちゃん、はい、ちょっと一回止めよう。フルフルやめよう。アンナとは2人でリコラブのことについて語り合う仲だったので、アンナがちゃんとリーダーっていう形でみんなにいろいろ言っていけることがすごく個人的に嬉しくて、アンナでよかったなってすごく思います。なんか私の名前も出してくださってたんですけど、やっぱりセンターということで、まあ、真ん中に立つだけではなくアンナと一緒に頑張ります。この2人の反応良すぎません？リアクション激しい、この2人からのデル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 、顎出てるらしいです。マイカ自分で言ってます。え、どこの誇り取るんですか？何しとん、ね、リーダーがアンナが基本的に裏表がなくて、なんかふざけるときはふざけるけど、真剣なときはなんかちゃんと考えてるんだなって思うし、一緒にいることが多いので、いつもなんか私を甘やかしてくれる人って感じです。150ないくせに。あ、来た。なんだって、うん、今なんて言った？顎食いしてって言ってないでしょ。言ってないでしょ別に。あんがしたわけじゃん。そしたら要望に応えてくる。いや、優しい。ね、今なんて言った？カブドン顎食い。なんちゃんはお姉ちゃんです。年齢的にもそうですけど、ダンスとかになるとやっぱり頼れるので、初期から教えてもらってます。アンナとは悩んでる事柄が似てることが多くて、アンナからこうなんだけどって話も聞くし、私も
私今こう思ってるんだけどっていうのをお互いに言い合える関係、普段通り素でいられるなって思うのがアンナ、何も話さなくても安心していられる存在みたいな、友達っぽい感じです。あんまりなんかリーダーっていうものに対して特別感という感じはないので、一メンバーとして接しています。ちょっとだけなんかたまにポンコツな時があるなって思うんですけど、でも普段はすごい臨機応変に、全員でインタビューとかあった時に率先してやっていて、お互い支え合ってると思ってます。アンナは自分の悩みを周りに言うっていうのはあんまりしないタイプだと思うんですけど、たまにアンナが私の家に突然来て語り合ったりとかすることがよくあるので、私が落ち込んでる時ほぼ全部、私は結構一人で考え込んでしまうことが多いんですけど、その時に直接寄り添ってくれたりとか、後からメッセージで大丈夫って話を聞いてくれたりして、絶対泣いてるメンバーに一番に多分駆け寄っていくのはアンナだと思います。私も一回それがあって、本当に私が多分泣いてる理由がメンバーも分かんなかったし、でもなんかアンナはすぐ来てくれて、その時にすごい救われて、なんかありがたいと思ったので、多分メンバーはみんな救われてるなって思います。落ち込んでる時とかに結構何も言わなくても分かってくれて、そばに駆け寄ってきてくれて、すごく頼れるリーダーです。支え、自分の支えかなと思います。どうしたこれ、諦めんで。これから先さ、もっと辛いこととかもあるのに、みんな親とかに話せるけど、なんか不安、なんか全部が全部自分で話そう、話したじゃん昨日毎日ね、話す語ってベル、喋る、ありがとう、喋る、もう喋らないなんて言わない、あんなのこと助けるから、これからもイコールラムの応援よろしくお願いします。山本アンナにって言われた時にはメンバーと目があって、すごいみんなが優しい目で見てて、温かく見守ってくれてて、なんかすごい私もメンバーに支えられてきたので、なんかそれぞれが必要って自分で思えるような居場所を作ってあげたいって思いますね。なんか今自分が必要ないって思っちゃう子がやっぱ何人かいるし、でもその気持ちはすごいわかるんですよ。なんか私もリーダーになる前は別にいなくてもとか正直思ってた時もあったし、でも今はリーダーってなったらもうそういう立場だからちゃんとやんなきゃって、どうしていいかわかんないっていうか、なんか先輩って言ってもちゃんとした先輩はいないじゃないですか。だからなんか自分たち作り上げていかないといけないじゃないですか。けどまだまだ向かないことだらけです。今中途半端なんですよ、私が多分まだ自分をかばってるじゃないけど、リーダーとしての自分じゃなくて山本アンナとしての自分をかばっちゃってる部分が多分あるから、なんかリーダーとしてなんかすごい仲がいいっていうのはすごくいいことだけど、でもやっぱけじめだったりそういうのはちゃんと私がメンバーにお仕事としてただ遊びでやってるんじゃないからっていうのはちゃんと私が伝えないとな。何があってもメンバーは守りたいし、なんかそこはリーダーとしても少しずつ上にじゃないけど気分を、そういうこともしないといけないなと思ったので、まずは自分がいい方向にちゃんと考えてつなげられるように、リーダーとしての
役割のことばっかり考えちゃう。みんなに指示しなきゃとか MC 言わなきゃとか、なんかそっちばっかり考えちゃってるのかなとは思うから、なんかもっとついてこい言えるような存在になんなきゃいけないなって。前々日に9人になって8人になって、前日に6人になって、しかも直前っていうことでそんなにすごく練習も重ねられないし、その日に歌割りが変わったりとか立ち位置が変わったりとかだったので、なんか朝練習しちゃう。そしたらそのワンツースリーフォーがちょうど流行ってて、で前日にアンナが多分ダウンしちゃって、それに関してもすごく焦って、いつもその振り確認しますってなった時もアンナが仕切ってくれて、そのアンナがいなくなるっていうのが一番なんだろう、落ち着かない、心が安心しない要因だったなとは思うんですけど、私も緊張する届いてからのスタートは、これはスタートはあ、つなぎでじゃじゃん、じゃららららで移動します。オッケーオッケー。でその後 MC 今日は誰がサナツ、でそれやって自己紹介終わりに、そうで自己紹介終わりで12人で、あなからなんか来ました、こういう風に言ってほしいみたいな、今後の活動をお楽しみしてくださいみたいな感じで2度誰が言うの、マリちゃん行こう、無理あんな乾杯だった。待って、手取り手取り、届いてスタート、手遅れ、じゃあ最後ラストラスト以上、誰も聞いてない最後ラストさ、どうしよう、聞いて最後以上イコールラブでした、ありがとうございました、でしてはけ、はい、オッケー、はい、ずれてちょっと待って、ちょっと待って、届いてスタート、届いてスタート、手遅れ、届いてスタート、手遅れ、 MC 記憶正直完璧だったかって言われたらそうじゃなかったなってすごい思うんですけど、でも6人でのあのステージでのパフォーマンスは初心に帰れたというか、なんかお互いよくカバーし合えて、なんか対応力が試されたというか、でもまあ対応できるようになっている自分たちも感じましたし、アンナがその瀬戸里で書いてくれるんですよ、どこで MC が入るとか、それはいつも通り送ってくれてたので、それに従ってやってたので、そこはありがたかったです。ありがとうございました。悔しい、うまくできなかった、見切ってたよ。やっぱりすごく不安だったんですけど、絶対12人の姿も見てほしいから、6人でも素敵だなって思わせて、そこから12人のライブを見てほしいなって思ってたんですけど、みんなに申し訳ないし、自分の中でも悔しさとかがすごくきました。放心状態みんなに強変にさ全部やってくれてさ、ね、そう思った、いやいやって思って
でも終わってからなんか多分映像を見てアンナから連絡が来たんですけど、ありがとうって言ってくれて、なんかすごく褒めてくれたので、自分の中ではそこで心が軽くなりました。どっちも色つく。じゃあなっちゃんもつけたい。ピンク。なっちゃんもつけなさい。いいの？いいよ。ほんと？あ、かわいいね。違いできたやつ中入っといて。とりあえず、フルアウトで全部全力でやってみて。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分リーダーになってから意識とか気持ちとかは変わった部分はすごい大きいと思うんですけど、なんかこういうリーダーじゃダメだなっていうのをすごい感じてきたのが、すごいファーストコンサートとかをやらせてもらうようになってからかなって。お前これ、これ本気でやってんの？お前らねえ、本気でやってって言ったよね、これね。始まる前にフルアウトでやってくれって言ったよ。みんなこっちおいで。これ、マジでやる？これ本気、わかんないけど、本気でやってってそれなのかな。やってて楽しい？演出の聖母さんにこうカツを入れていただいて、自分たちの考えが甘かったし、リーダーとしてメンバーを前に向かせなきゃいけないし、そういう空気作りを私がしないといけないと思う。でもなんかアンが喋んなきゃと思ったけど、言葉が出てこなくて全然出せなかった。大丈夫だよ、早寝る。明日に備えて早寝る。それが今できることだよ。やっぱ自分はいろんな先輩アイドルさんの一ファンとして見てきて、その時にすごいリーダーっていう存在がすごいかっこよくて憧れてたけど、いざ自分が実際になったらなりたいリーダー像じゃなかった。なんか私は自分が優柔不断だったり、あんまり物事をパッと決めれるタイプでもないし、結構弱い自分がいたから、高校生の時とかはむしろ人についていくタイプだった。でもそれが全然居心地が良かったし、なんだちょっといじられキャラだったり、なんか半分は今の自分とちょっと似てる部分もあるんですけど、でも通ってたスクールでは結構リーダーをやらせてもらったりしてたので、そっちの半分はスクールからの今の私かなっていうのはだから、リーダーとしてメンバーが気持ちが結構強い時は甘えちゃったりするんですけど、なんかメンバーが逆にこう気持ち的に弱ってるじゃないけど、悩んでたりするとなんか強く自分がなんなきゃって思って、でもなんか私はあんまりこうすごい怒れるっていうタイプではあんまりないくて、なんかそれがすごい自分の中でもダメだなって思ってて、私が言わなきゃ誰が言うのっていう話だと思うんですけど、そういうのを私が言えないってでも悩んでた時は、なんかメンバーとかあとサナとかもなんかリーダーは怒らないといけない立場じゃないから別に無理して怒んなくていいからって言ってくれたりして、すごい楽になったし、でもそれに甘えてるんじゃなくて、なんか強くはなんなきゃいけないなっていうのはすごいあります。ありました。でも終わってみてもう楽しかったってすごく思ったし、メンバー内の空気がすごく良かったんじゃないかなって
なんだろう、みんなで一つの目標に向かって走ってるっていうのがすごく私はいいなって思って、なんかこれがイコールラブだなってすごく思う。私なんか後輩ちゃんたちになんか先輩らしい姿見せられたかなって思うので、まだあんまり先輩って言えるぐらいかわかんないけど、先輩らしくこう支えていけたらなって。私もリーダーなので、のえみちゃんグループ全体のこともしっかり見れるような余裕のある大人になりたいなって。もし行けたらこっちの方が空いてたから。何がですか？合同インタビュー、合同インタビューじゃない。本格的に始まりましたけど、心境はどうですか？そうですね、イコラブさんともっと近づきになりたいですね。なりましょう、まあ、これからどんどん始まっていくので、はい、終わりです。このステージ立った時はセットがなかったんですよ。後ろに何もなくて本当に私たちだけのステージだったんですけど、今回セットがあるだけでこんなに勢いがあるというか、本当にやっぱ24人でねやるから、ちょっと本当にのえみさんだけのステージとか本当に見どころというか、本当にね練習の時からすごいなんか表情とかも上達してるのが目に見えてね、うん、でも私たちものえみさんが来てくれたことによって、うん、いい刺激になってるし、うん、はい、今日は一緒にできるのが楽しみです。せーの、てー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 、いくぞー。なんでだろう、仲間が増えたから。一緒にドイミーとフォーマーするのが初めて、やっぱ曲中に目合わせたりとかしてもらって、なんか初めてリコラブさんと一緒にステージに立たせてもらって、私たちがミスしたらせっかくのいいものが崩れてしまうというか、それだけは絶対嫌なので、みんなと今までやってきたのをちゃんとそこで出せるように。やっぱりイコラブのリーダーは多分のえみちゃんが合体しても、それは私が一番しっかりしないといけないから、なんかイコラブパートだけじゃなくてのえみちゃんパートとかもやっぱりすごい気になるし、なんてエンジンかけようかなとか、すごい昨日の夜から思ってました。なので多分3時に起きちゃいました。初めての24人でのコンサートで、もう間違えても全然いいので、ぶつかりよくないけど、もうそこは楽しんでいきましょう。はい、はい、なんかある人、はい、はい、じゃあアンが24ガールズ行くぞ、私が24ガールズ行くぞっていうので、おーって一緒に言ってください。はい、はい、行きます。24ガールズ行くぞ、お願いします。
はい、ね、はい、じゃあツンツンなんか言ってね、お願いします。えツンなんか言ってね。みちゃいになります。みなさんこんばんは。イコールラブです。え、めでたく私たちあの2周年を迎えたということで、みちゃい、あの皆様はすごくあの思い出に浸ってますでしょうか。なんだマジ。あのすごく今日は 今ね、皆さん多分ケーキを目の前に。すごい濃い2年半でメイクとか歌とかダンスとか全部変わったなって思います。本当にみんなの足を引っ張ってるぐらいできなかったんですけど、今はなんかショコがいるとなんか番号すぐ分かるから嬉しいみたいなことも言ってもらえるぐらい成長したと思うし、最初の頃は私自身すごいみんなに壁を作って、ずっとこの12人でこれから活動していくことが大丈夫かなって思ったんですけど、なんか自分の変なところもやっぱりメンバーが出してくれることによって自分も出しやすくなって壁を取っ払っていけたかな。私容量とか悪くて人一倍やんないと物をこなせないので、中学も卒業持ってたりしますし、あともっといろんなことを経験して学んでいった方が、まあ、それで一回は失敗しちゃったってなるかもしれないけど、でもそれをバネに次頑張れると思うから私は挑戦したいです。私前にドキュメンタリーでその話せないっていう、喋れない。そうですか。まあほっとくと大谷があまり喋らないんで。ここ最近というか、まあ自分は変わり始めたなって。あの、うん、あります。いや、休憩中に、うん、いつも手つないでます。恥ずかしいね。私がね、つなぎに行くんですよ。ないとか嫌じゃないの。うん、たまに振りほどきます。ファンの皆さんからもなんか泣いてたのが嘘みたいだねとか、苦手意識はもちろんあるんですけど、聞いてくれる人がいるから、応援してくれてる人がいるから、目立たないとって思えるようになります。どうしたらいいか分からなくなったりとかしてた時期があって、なりたい理想はあるのに自分が追いつかなくて、なんだろう、もどかしくて、でもなんか、なんだろう、やっていく中で自分がイコラブにずっといたいなって思えるのはやっぱりメンバーの存在がすごく大きくて、こんなすごい11人に囲まれてるんだから私ももっと変わりたいなって、自分だけの世界にすごい閉じこもってたのが視野が広くなったというか、なんか何か一つ特化してるわけでもないから、1年半前に自分の個性ってなんだろうって、それこそ今までずっと何でもやりますって結構言ってきた部分があったんですけど、何でもやりますだとダメなんじゃないかっていう、新しいことに挑戦するのもいいけど、もともと持ってるもので活かせるものを見つけていった方が伸びるんじゃないかなって。へー、2017年は自分を表現できなかったというか、自分らしくいれなかった。多分まだ完全に変われてない。他の人の意見に惑わされて自分の気持ちを強く持てないというか、でもそこをやっぱり
自信を持てる人になりたいから、自分を信じれる人間になりたいから、今までやってきたんだから大丈夫、私ならできるって思えるような自分になりたいから、強い人間になりたいです。私は自分の声がコンプレックスだったんですけど、イコラブに入ってからこう歌も好きになったし、高い音が出るようになったし、やっぱり他のメンバーの歌を聴いて素敵だなって思ったし、負けてられないなって。あとはやっぱり一人一人のパフォーマンスが大好きなので、私もそれにならなきゃって、感情が豊かになったと思います。こんなに笑ったり泣いたりしてることは多分二十歳過ぎてこんなに泣くこともないだろうなって。今まで結構閉ざしている部分があったりとか、人を信じることを拒んできた人だったので、そこでメンバーだったりとかファンの皆さんと信頼関係がこう作られていくにつれて、人っていいなって思いました。メンバーと一緒がいいな、何するにも。やっぱりずっと一緒にいてくれるというかっていうのはメンバーだなって思うので、おじいちゃん、おじいちゃんにはならない、おばあちゃんになってもなんか縁側で12人でこう空を眺めたり。初めての関係性というか、これだけ一緒にいるのも初めてだし、なんか深い関係になったのも初めてだから、そうです、好きやなって思います。なんか2周年まで練習できる日数が結構少なくて、今までで一番練習時間が取れなかったんですけど、でもそれにしては結構余裕だなとかいけるいけるって結構思ってたんですけど、全然ですぐねにこう866の曲をもらったりして、なんで2日前なんですかって、こんなことは初めてなので戸惑いました。私たちが結成してから2周年コンサートまでの日付が866なんですけど、ロイコールラフの今までとこれからが詰まってる曲かなって。もう歌詞がもう本当にもう私たちが詰まってて、初めて聞いた時はもう号泣しまして、なんか全部共感ができるから、思い出がすごい蘇ってきて、みんなの泣いてる顔とか笑ってる顔とかすごい胸が締め付けられるけど、でも勇気をもらえるような、自分が笑顔になれる、みんなが笑顔になれるような曲かな。すごく本当に心に染みるというか、すごく悩んで眠れなかった夜もあったし、でもイコラブにいたら自分も知らない自分が出てきたというか、そういう自分のストーリーでもあるなって思って、こんなこともあったしあんなこともあったなとか、ここの歌詞は誰々と誰々のこと言ってるよねとか、そういうイコラブ12人一人一人が絶対こういう思いを一回はしたことあるっていうような歌詞とかだったりするので、曲を聴いてなんでこんなに私たちの気持ち知ってるんだろうとか思ったし、素直な気持ち伝えられなくてすれ違った時間とかっ
ていう歌詞もすごいその通りだなって。瞳とコンサート前っていうか、こうお互いすれ違ってた時期があって、前日に瞳に私が結構長文で連絡をしたら、瞳もすごい長文で返してくれて、コンサートを複雑な気持ちっていうか、そういう気持ちのまま2人とも終わりたくないから話そうってなって、リハ前に話して、なんか何ですれ違ってるとかっていうのは特になくって、なんだろう、不思議な関係っていうか、泣きそうになりますね。センターだから思うこと、リーダーだから思うこと、でセンターだからやらなきゃいけないこと、リーダーだからやらなきゃいけないこととか多分あると思うんですけど、私もリーダーとしてできてない部分とか、すごいもっとこうした方がいいよとか、いろいろアドバイスくれたりするのって瞳で、瞳がいたからリーダーとしている自分がいたから、まあ休業ってなって不安だったし、でも一番瞳にいい形にとして休んでほしいっていうのはあったから、でも瞳がその二人で話した時に、なんかアンナのことが大切だからとかってすごい言ってくれたりして、なんか私も他のメンバーももちろん全員10人のこと大事だし大切だけど、瞳は大切だし大事と、なんか言葉で表せない不思議な、なんだろう、関係性っていうか、やっぱ話し合うことが多いからこそすれ違うことも多いけど、でもなんかコンサートの前に二人で話したりしてすっきりして笑顔でコンサートに臨めたから、私ステージマイク泣くんでウォータープルーフでやだやばろ、はい、そう、ありがとう。私にとってアンナは偶然じゃなくって必然的な出会いで、会うべくして会ってリーダーになるべくしてなってセンターになるべくしてなったというか、自分で言うのはあれなんですけど、なんかこのリーダーとセンターっていう関係性はアンナじゃなきゃダメだったな。いきます、せーの、リバーブ。お願いします。いろんなメンバーとなんかもっとコミュニケーションを取っていかないといけないなって、今この子がどういう気持ちだとか、こういうことをスタッフさんに伝えられないっていう悩みとかを少しでも解決できるようにコミュニケーション取って、メンバーがやりやすい環境づくりを3年目は心がけていきたいなって思ってます。あとはなんかあんまり自分をメンバーとして見れなくて、リーダーっていうのがやっぱどこかにあるから、気負いすぎないでってすごい言ってくださるんですけど、でも気負うというよりはやらなきゃいけないことなので、私がそれはすごくコンサートとかやっぱ大きい特にイベントがあると、ああ自分ダメだなとか、ああもっとここをこうしなきゃとかすごいいっぱい思うことはあるんですけど、でも今日はそれぞれ多分もちろん反省もあるだろうし、
いろんな思いがあると思うんですけど、でも最後みんな涙を頑張ってこらえて終われて、なんかコンサートやるたびに、ああこのグループいいな、好きだなっていうのがどんどん増していくんですよ。だからこれからもその好き度を、大好き度をみんなで更新していけるようなグループでいたいなって思います。ちなみに、はい、山本さんの子供の頃の夢、はい、アイドルでした。アンナはすごいここまで負担になっててもいいのかなって思うぐらいグループに貢献してくれてる時が多いので、アンナの悩みを聞く存在になれたらいいなって思ってて、どうしたらもっと大きくなれるのかとか、どうしたら良くなるのかとか、まあ、アンナはいつもそういうところもすごい考えてるので、アンナがやってくれてることを自分たちも積極的にやるよって、まあ中学生だからって言う気はダメだと思うし、もうグループみんな同じ立場だし、私の意見なんかじゃダメだよとか思っちゃうんですけど、そうじゃなくて一人一人がもっとなんか意見とか出していけばいいのかなって思って、辛い時も自ら手を差し伸べてくれるので、やっぱり一人一人が心の面で強くなるしかないのかなと。よくアンナとお話しすることも多いんですけど、特に MC とかだとアンナはなんかメンバーが、まあそこがダメだったっていうんじゃなくて、自分があそこでもっとこうすればメンバーもやりやすかったんじゃないかなとか、そっち側で考える人なのでいい子なんですよ。真面目、すごい真面目だから、なんか私のこのゆるさをアンナに伝授していってると言いますか。でアンナもなんかマイカのそういう考え方好きよみたいな感じなので、なんか2人でちょうどいいんじゃないかなって、考え方的には。まあでもあんまりその自分を責めすぎないようにねという役目ですかね。私は本当にアンナに支えられてばっかりなので、私がここは支えてあげたいって思えるほどアンナに頭が上がらないじゃないけど、じゃあ私がここ支えるねって言えるほど自分は強くなれてないので、またなのでアンナがこのグループのリーダーでいたいって、このグループが好きだなって思ってくれるようなグループにしていける存在になれたらいいなって思います。ではアンナはきっとどんなエコラブでも好きだって大切だって言ってくれると思うけど、それがずっと続いていけるように、その一員になれるようになっていけたらなって、ずっとなっていきたいなって。でも普段の本当のなんだろう、メンバーとしての自分を出せるのはやっぱりメンバー11人の前だし、そのリーダーとしての自分を少しこう柔らかくしてくれるじゃないけど、壊してくれる、いい意味で壊してくれるのが11人のメンバーだと思うから。なのでこれからも私たち12人と一緒にもっともっと上を目指してくださったら私もすごく嬉しいです。皆さんの期待に応えられるように12人で頑張っていきますので、これからもイコールラブの応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。866出会ってからもう2年経つね。早いようで遅いような、眩しい光、長い雨も
みんなといて幸せだよ。ずっと一緒にいたいけど、きっと永遠じゃないから、この青春抱きしめるよ。今君と進みたい。この駅でまた約束しよう。何十年経って大人になっても、君は変わらず少し遅刻。はにかむんでしょ？僕は泣いたりするのかな。友達じゃない、家族じゃない、初めての出会いだった。器用な仲間、羨ましくて眠れない夜もあったよ。素直な気持ち伝えられなくて、すれ違った時間だから、今は大きい声で届けるよ。大好きよ。手を伸ばしたら掴める雲。もう少し待って、みんなで掴もう。離れていても忘れないよ。僕はこの駅で君をずっと待っている。固いつぼみは鮮やかに今咲き誇る。866、これからも重ねていこう。ずっと。こんなに僕は笑ってたかな。こんなに僕は泣き虫だった。知らない自分出てくるんだ、みんなといると。なぜかこの駅でまた約束しよう。何十年経って大人になっても、一人悩んだ曇り空も今は大丈夫。みんなが太陽だから。866。
何かある？思う存分喋りなさい。夢だったので、こうやって広島のなんだろうアイドルをしてる時から応援してくださってる方とか友達とかなんだろう家族とかで、そして東京とかいろんな地方からいつも来てくださる方も来てくれて、もう本当に本当にすごく幸せで、今日はすごく記念の日になりました。まだまだ次は12人で帰ってこれるように頑張るので、これからもイコールラブの応援よろしくお願いします。お好み焼き